すでに、アメリカ原子力空母カール・ウィーソンでの F-35C 戦闘機の着艦事故はご存知でしょう。海底3600メートルまで F-35C の機体が沈んだとの話です。今回は、時間の経過とともに、カール・ウィーソンでの F-35C 戦闘機着艦事故を詳しく見ていきますね。海上に浮かぶ F-35C 戦闘機の画像が流出していましたが、沈むと、これまた厄介なことになります。引き上げ作業も難航していきますしね。場所が場所なだけに厄介です。2022年1月24日に南シナ海に展開していたアメリカ海軍の大型原子力航空母艦ニミッツ級の3番艦カール・ウィーソンは艦載機が墜落する事故が発生。同海軍はこれについての情報漏洩に関与した関係者の処分を発表した。カール・ウィーソンで発生した事故とは最新鋭の第5世代戦闘機の航空母艦艦載用の機体 F-35 ライトニング2C 型の墜落事故のことであり、同機を見舞ったトラブルであると同時に、事故後に複数回の情報漏洩が起きていたものだ。昨年2021年11月に極東派遣を終えて帰還する途中のイギリス海軍の航空母艦クイーン・エリザベスでも、艦載機のイギリス空軍の F-35 ライトニング 2B 型が地中海に墜落する事故があったが、この時の展開とよく似ている。クイーン・エリザベスの場合も、直後に、その事故時の映像がインターネット上に流れ出し、どう見ても、同艦に乗務していなければ撮影することは不可能な映像であったため、後に乗組員が逮捕される事態となっていた。さらには、この事故で地中海に沈んだ F-35 ライトニング 2B 型のサルベージ時の写真も、やはり関係者から漏洩したものが、インターネット上に拡散され、イギリス軍は、二重に、情報管理の甘さを指摘されることを経験している。今回の、カール・ウィンソンの F-35 ライトニング 2C の墜落事故においても、まず、事故後に海中に没する直前の同機を捉えた写真がインターネット上に流出。やはり乗組員からの情報漏洩だとしか考えられなかった。続いて、カール・ウィンソンの件では、洋上を航空母艦らしき艦艇に向かって減速しながら F-35 ライトニング 2C 型が降下して着陸に失敗したであろう瞬間の同艦上から撮影されたとおぼし、規約18秒ほどのカラー動画がインターネット上に流出した。そして、さらに、一機の F-35 ライトニング 2C 型が、カール・ウィンソンの飛行甲板への直陸に失敗し、叩きつけられて滑りながら、海へと落下する瞬間を捉えた動画が、インターネット上に流出に流出。いずれも、本物だとアメリカ海軍は認めざるを得なかった。最後の動画は、約51秒もある長いもので、カール・ウィンソンの監視カメラの映像を PC モニターで再生している状況を音声入りで録画したものようで、誰の目にも、これまでの例と同様に、関係者以外が入手することが困難だと映った。アメリカ海軍は、2月17日に、この最後の動画の流出に関与した5名、士官1名、下士官3名、兵1名を特定し起訴したことを公表したが、その前の動画や写真は、おそらく、個人のスマートフォン等の端末を利用して撮影されたもので、こちらは起訴されていない。両者の扱いの違いは、F-35 ライトニング 2C 型の墜落事故をめぐって、その写真や動画の撮影された中身が、アメリカ海軍が管理する監視カメラ等のデータであるのか、個人が持つ端末等で撮影されたかの違いによって生じている。アメリカ海軍では、かかる行為の違法性の根拠として、その内容データの帰属と所有権を判断基準としており、軍の情報漏洩を行ったと、おぼしき内容の写真や動画であっても、
それが個人所有の機器で撮影されたものであれば、起訴は難しいようだ。ただし、この判断は個人的には軍隊という組織の性質を考えればかなり驚くべきものではないかと感じており、今後も同様の行為を行う者が発生しても、その点さえ押さえておけば起訴は免れるとの見方をされないかと不安を覚えてしまう。例えばこうした軍事上の情報ではないにせよ、日本の一般の企業であっても業務上で知り得た情報を勝手にインターネット上に流出、開示するなどした場合、その内容の帰属が組織にあるのか、個人にあるのかを問わず、何らかの処分は課されるようにも思う。そもそも、任務中の軍隊において、個人の所有物であるスマートフォン等の私物を携帯し使用することを規制するルールや規則は存在しないのだろうかという、いかに、情報化の時代とは、いえ根本的な疑問が頭をよぎらずにはいられない。さて、アメリカ海軍の何とも情報管理的に、問題な F-35 ライトニング2C 型の墜落事故だが、最も気を良くしているのは、無論中国であり、昨年2021年10月に、南シナ海で潜航航行中に、海底に衝突した、シーウルフ級原子力潜水艦、コネチカットの件と同様に、喜びを隠せない。中国のメディアや SNS 上では、アメリカ海軍のネリド不足をここぞとばかりに揶揄する声が溢れており、今回の、カール・ウィンソンと、F-35 ライトニング2C 型にせよ、原子力潜水艦のコネチカットにせ、よその失態に大きく留飲を下げている。ことに、南シナ海は中国がその大半を自国のものだと一方的に主張している海域であるため、その中国の主張を認めず、航行の自由作戦等で同海域に進出してくる。アメリカ海軍の艦艇の不祥事は何よりの自分たちの利益にかなうと捉えているのだろう。中国共産党の中央軍事委員会が発行する機関紙解放軍報では、アメリカ軍の F-35 ライトニング 2C 型が南シナ海に没したことを、同海にゴミを捨てるなと述べており、同機のような航空母艦艦載機をまだ持たない劣等感の裏返しを吐露しているかのようだ。今回 F-35 ライトニング 2C 型が水没した南シナ海の海域は、フィリピンの西方の沖合約 280km、パラセル諸島から東方約 530km の位置であるとされ、当然アメリカはこれをサルベージにて回収しようとしている。当該の南シナ海の海域はおよそ3600m のモノ深度がある模様で、アメリカ海軍の第7艦隊では、潜水艦の救難を管轄する部署より、専用の艦艇を現地に派遣して、F-35 ライトニング 2C 型のサルベージ作業に当たるものと予想されている。サルベージ作業については、破前述のように、かなり深度がある海域での実施となるため、期間を要する可能性があり、少なくとも、月間単位でのスケジュールと計画で、これは、行われることになるというのが、大方の見方と言えるようだ。それだけ、アメリカ海軍であっても、サルベージ作業は難航する見込みであるため、これを出し抜いて、中国側が先に回収するというような可能性は低いと見されてはいるが、すんなり作業を行わせないための牽制行動は起こすかもしれない。折しも、ウクライナへのロシア軍の侵攻が危惧される昨今の情勢に照らして、中国の北京で開催されている冬季オリンピックの閉会後に、こちらも何らかの動きがあるとも予想されている状態であり、アメリカに揺さぶりをかける絶好の機会との声もある。それにしても、
今回のカール・ヴィンソンでの F-35 ライトニング2C 型の流出した写真や映像は複数のインターネット上のサイトでリンクが貼られており、未だに簡単に我々一般人が確認できる環境にある。これが逆に中国軍での事象であれば、すぐにインターネット上の検閲によって凍結され、一般人が目にすることはできない状態になるのだろうと思えるのだが、こうした情報遮断という点では、独裁国家の優位性を痛感せざるを得ない。